こちらの料理はすべて冷凍食品です。ちょっとお寿司とかは意外ですよね。美味しそう。はい、普通とはちょっと違います。北九州市の会社が実現した圧倒的な速さで凍らせる、しかも美味しい小型凍結機で作ったものです。圧倒的。この小型凍結機、八幡西区に本社を置く童話テクノスが開発したもので、およそマイナス35度の液体の中で冷凍食品を作ります。こちらの凍結機は液体の中で食品を上下に振幅させることによって凍結スピードを上げています。この上下の振幅により凍結ムラが解消され、凍結前に近い品質で食品を美味しく提供できるということです。焼きサバであればおよそ15分で44人前、馬刺しは10人前をおよそ20分で冷凍します。そのスピードは従来の液冷式と比べおよそ4倍です。これらの商品すべて一度凍結機で冷凍させた商品になります。パサつきがなくて冷凍商品と言われなければ気づかないほど食感、そして風味、遜色なく食べることができます。冷凍と言われなければわからないぐらいの美味しさだなと思いました。結構ジューシーさもありますし、本当に美味しかったです。新しく作る工場の方で購入させていただく予定しています。品質を維持して、なおかつフードロスをなくすということで、美味しい冷凍食品をこういう商品で作る。この凍結機は従来型と比べ3分の2ほどコンパクト化し、コストも半分以下の700万円程度に抑えました。来月1日から販売されます。すごいね。冷凍ってちょっと味が落ちちゃうイメージでしたけどね。冷凍のイメージが変わるかもしれませんね。鉄火巻きもいけるんでしょ。そうなんです、ちょっと意外ですよね。ジューシーって言ってたしね。どれぐらい味が違うのかちょっと試してみたいですよね。